手相、今が踏ん張り時の人に出る手相5選、早速確認。今苦しくてももう少し粘って頑張れば運気が好転するのに。そういう方は実際たくさんいます。今回は今が踏ん張り時の人に出る手相を5つほどシェアしていきたいと思っています。早速ですが、手のひらを確認していきましょう。1、ステップアップ直前線。あなたもこれまでに経験したことがあると思いますが、人生には急激にステージが上昇する瞬間というものがあります。努力を続けることで、これまでに見えなかった世界が急激に臨場感を持って見えるようになったり、あなたが持っている夢と同じ夢をすでに叶えているメンターと出会い、教えてもらえるチャンスを得たり、図のように薬指と小指の間から斜線を引くように伸びる層が出ている場合は、ステップアップ直前です。今、たとえ苦しくても踏ん張ることで、一気に視界が開ける可能性があります。人生のステージが変わるでしょう。2、薬指下に格子紋。薬指下の太陽球と呼ばれる部位に格子紋、グリルが出ている場合、基本的にかなり良い手相だと言われます。ただし、あまりに人気が出たり、大きな成功を収めることで非常に多忙となり、一時的に苦しい時もあるでしょう。しかし、この層が出ている方は、そこでもう一頑張りできると、さらに大きな成功をつかめますので、踏ん張り時です。今、非常に勢いがある方に出ますので、ノリノリ線などと俗に言われることもある手相です。3、途中で乱れた運命線。運命線とは手相の基本線の一つで、中指方面に伸びる縦線のことを指しています。この運命線が途中で図のように乱れているときは、主に仕事面において大きなトラブルや停滞があると考えられます。気持ちが空回りしてしまって、なかなか結果に結びつかない時期も長く続いてしまいますが、それを乗り越えた時、あなたは仕事面で大きな果実を受け取ることができるでしょう。仕事で成功すれば、当然金運や健康運などにも影響します。4、感情線の視線が頭脳線に到達。手相の基本線の一つ、感情線の視線が頭脳線に到達している層の方は、悪く言えば飽き性で古来性がありません。その結果、転職を繰り返したり、恋愛遍歴も派手になりがちです。ただし、何かトラブルがあった時、なんとかとどまることができれば、そういう人だからこそ急激に人生が好転する可能性を秘めているとも言えます。決断は焦らず、一呼吸置きましょう。5、生命線から薬指下へ伸びる縦線。手相の基本線の一つ、生命線を支点として薬指下の膨らみ、太陽球まで縦線が伸びているようなパターンの手相です。この層の持ち主は基本才能開花が遅く、大器晩成型です。地道な努力の積み重ねの末、大きな成功をつかむタイプです。したがって、今目の前にあることを大変でも苦しくても堅実に一つ一つこなしていくことがとても重要です。なかなか人生の途中では自分に自信が持てなかったりする時もありますが、未来の栄光を信じて努力を続けるべきでしょう。いかがでしたでしょうか。あなたにも今が踏ん張り時の手相、何か出ていましたか？これからの大きな成功、またはさらなる成功の可能性があるので、なんとか粘って、その芽を自ら摘み取らないようにしてくださいね。